こんにちは。九州の福岡より参りました、QPS 研究所の石木と言います。どうぞよろしくお願いします。ファームノーツさんの中すごいプレゼンの後でちょっと恐縮なんですけれども、本日は弊社の地球観測サービスについて、話をさせていただきたいと思います。ただその前にですね、弊社についてもちょっと簡単に説明をさせていただければなというふうに思っております。弊社は、QPS 研究所と QPS ってどっかのマヨネーズの会社のような名前をしているんですけれども、九州パイオニアーズオブスペースの頭文字を取って QPS という名前になっております。で、九州のに宇宙産業を根付かせたい、その開拓者となりたい、そういう気持ちとともに、将来的には日本の宇宙産業並び世界の宇宙産業に貢献できるようなそういう会社になりたいという志を、示しています。で、宇宙って言ってもいろいろとありまして、おそらくスペース X の、ロケットであったり、もしくはJAXA のハヤブサだったりというところが、幅広くあるんですけれども、我々は50キロから100キロのいわゆるその小型といわれる衛星というものを開発並びに製造しています。また小型の衛星で使われる例えばその電子基板であったり、もしくはセンサーというものも開発しています。で、我々ですね、本当にもう9名程度のもう本当に小さなベンチャーで、ベンチャーといえば大体こう若者という勢いがあるというイメージがあるんですけれども、弊社は平均年齢が58歳と、悪く言えば本当もうじじいばっかりと、すみません、もとい、お年を召されているという感じなんですけれども、でも一方で言えばベテランと若者の融合を実現できている、そういうベンチャーだというふうに思っております。またこういう、高い志のもとにですね、それぞれ腕に自信のある猛者たちが集まっている、そういう集団だとも思っております。例えば先ほど出てきましたおじいちゃんたち、九州大学で宇宙工学を、教えられていた名誉教授、並びにもともと三菱重工で、ロケットを開発していた方々というところで構成されています。で、それぞれですね、得意とする分野も違うという点ではすごくバラエティに富んでいるかなというふうに思っております。で、それ以外のメンツについてもですね、それぞれの分野においては経験深いエキスパートを揃えているというふうに思っております。そういう中でですね、せっかくこれだけの技術経験ノウハウがあるんだったら、世の中にない衛星やりたいよね、そういうふうに思ったと。で、やっとここで本題なんですけれども、なら世の中にない衛星って何なのかと。で、我々が作りたいものは24時間天候関係なくすぐに観測ができる衛星システムということになります。おそらく皆さんちょっとあれって思ったかもしれません。衛星っていつでも観測できるもんなんじゃないのと。でも実際は好きな場所の好きな写真を撮るっていうのが実はできない、結構不便なものなんです。で、これはですね、大きく理由が2つあります。まず1つ目は、ほとんどのマジョリティのですね、衛星はカメラを使って撮影をします。カメラを使っているということは、例えば夜だと全く真っ暗で撮影することはできません。さらに例えば雨や雲のように対象物との間に遮るようなものがあると、それで全く映せなくなるということが起きてしまいます。結果として晴れた日の昼間しか映せないということが、この今の衛星の現状なんです。で、これって1年間の365日見ると大体もう3割程度しか撮影対象にならないということになってしまいます。で、2つ目の理由としてはですね、ちょうど映したい場所の上空に衛星があればいいんですけれども、これだけ広い地球なんです。たまたま上空を通っているということの方が実は稀なんです。で、これをこう変えようとするんであれば、いっぱい衛星を打ち上げて常に上空に衛星が飛んでいるというふうな状況にしないといけません。でも衛星も1機数十億から高いものだと数百億します。これで20機例えば30機というふうに打ち上げると、もうとんでもない金額になってしまうということになってしまいます。で、そういう中でならどうやったら変えれるのか。簡単に言えば、レーダーで撮影をする小型の衛星を作るということになります。レーダーであれば、昼も夜も関係なく、また雲も突き抜けるので天候関係なく撮影することができます。これによりいつでもというところが実現できます。で、衛星の方もですね、小型化をする、特に100キロ以下というところになりますと価格がぐんと安くなります。それこそ10億以下、5億8億で打ち上げることができます。そうなってくると複数機配備することができる、それによりすぐにというところも実現することができます。実際にですね、なら小さなレーダー衛星バンバン打ち上げればいいじゃないかというふうに思うかもしれませんが、実際にレーダーというものは大きなアンテナを必要とします。で、大きなアンテナが必要な上に電力も消費する、そうなってくるとそもそも小型の衛星に合わない代物なんです。
で結構合わない代物なのでそこの下にあの、まあ、衛星の分布図を書いてるんですけれども、実際に左側がカメラ、右側がレーダーですけれども、カメラの方は小さなものから大きなものまで幅広く存在をするにもかかわらず、レーダーの方は250キロ以下は空白地帯です。特に小型と言われる100キロ以下というものについては調べる限りこのように存在しません。そのような中で我々は小型の衛星につけられるレーダーアンテナというものを開発しました。これにより小型のレーダー衛星というものを作ることができます。さらにそもそも我々は小型の衛星50キロから100キロの衛星を作ってました。ですから持ってる衛星にこのアンテナをつければすぐに打ち上げる準備ができるということになります。このようにして我々はいつ日本初でいつでもすぐに観測できる衛星システムというのを作っていきたいというふうに思ってはいるんですけれども、でもこれだけで終わらせようとは思っていません。実はこの先にもっと面白い世界があるというふうに思っています。それは10分ごと30分ごとに画像が更新されていくリアルタイム観測サービスです。これはどういうことかというと、例えば、ご家族で 海水浴に行きたいと、でも混んでると嫌だなと思ったときにスマホのこう地図アプリをこうキュッキュッキュッとこう拡大をすると、そこに 海岸のこう絵が出てくると、映像が出てくると、それを見てなんか人が多いなと、だったらちょっと今日行くのやめようかってなったり、もしくは渋滞の状況をこう見た上でドライブに行くっていうのを決めたり。でレーダーというものは基本白黒なんです。でもこれをカラー化する技術っていうのも出てきてます。そうなると何が起きるかというと、例えばモミジや桜の咲き具合というものを見た上でなら山に行こうか、もしくはドライブに行こうかということを考えることができます。さらに10分ごと30分ごとに観測をするということになってきますと、センサーをつけなくてもそれこそ例えば町ごと地域ごとに移動体、例えば車や人というものの動きを可視化することができるようになってきます。例えばこの札幌の街で実際に人の動きというのをヒートマップのように可視化をする。そうすると思わぬところに実は人が多く集まっているということが分かったとなれば、実はそこの場所の建物もしくは土地っていうのはもっと高い価値があるんじゃないか、そういうふうにこう考えることができるようになります。そして画像もデータです。これも蓄積がされていけばビッグデータ解析というものができるようになってきます。で他のデータ、例えば気候データであったりもしくは経済データと組み合わせて学習をすることによって、それこそ過去のパターンから将来こうなるであろうという未来予測ということができるようになってくるというふうに思ってます。例えば、まあ、上に書いてあります通り、例えばブドウの色具合、生育具合を見て将来このブドウを使ったワインの価値将来こうなるだろうというのを予測したり、もしくは交通の行き来というのを見た上でこの地域の経済というのは今後こうなるだろうという予測ができたりということができるようになります。そしてもう一つ付け加えたいのが、例えば震災、例えば地震であったりもしくは大豪雨であったり洪水であったり、そういうことが起きたときにすぐに観測ができるという点です。皆さんもまあご存知の通りで、我々福岡の隣の県であります熊本で4月に大震災が起きました。現在熊本の方々は一丸となって復興から立ち直ろうとしていますけれども、この震災前震が午後9時の26分、本震が午前1時25分に起きました。これはどういうことか、どっちも夜だったんです。ということはほとんどの衛星が役に立たなかったんです。で日本でもレーダー衛星はあります。でもそもそも数が少ない。それゆえ結局タイムリーに観測できなかったというふうに伺っております。我々はこれを変えたいというふうに思っています。でもなら防災のためだけにこれを作るっていうのは正直持続可能なモデルではないというふうに思っています。先ほど言ったようにリアルタイムのようなもう衛星というものをもっと身近なものにする、それによってもっとビジネスとして安定するものにする、でもいざという時にも活用できる、そういうものを作っていければなというふうに思っております。我々が目指している世界っていうのは実はこういうものです。もしかすると今後行列を確認してからラーメン屋に行くなんていう世界が来るかもしれません。まあ、九州からこの宇宙業界にこう刺激、いい刺激を与えれるように我々の方引き続き頑張っていきたいと思います。ご清聴ありがとうございます。